供のリスニング力、トイックのリスニング力、発音めちゃくちゃ上がります。学校でこれ一番に教えるべきだと私は思うんですよ。はい、ガイズ、アメリサ七瀬、皆さんこんにちは。モチベーショナルスピーカーの七瀬です。今回ですね、月に4回ぐらいに分けて、この英語エクササイズを今月はお届けしていこうと思います。こういう風にちょっと英語とかトイック系をですね、シリーズ化して毎月アップしていきますので、今後ね、ぜひ楽しんで期待していただければと思います。今回は英語エクササイズ発音編ということで、20分で今回発音の音声変化をまとめてみたっていうような動画にしていこうと思います。まずその音声変化って何なのかっていうと、音のつながりで英語って発音が消えたりとか変わったりするんですよ。例えば My name is じゃなくて My name is っていう風に、こうネームと is がくっついて Miz になりますよね。あとは、Let it go, let it go で有名なね、Let it go という歌あると思うんですけど、あれも Let it go じゃなくてもう Let it go ぐらいな感じで聞こえますよね。これが音声変化です。で、これはよくするだけで発音が劇的に変わります。例えば、better っていう発音も better っていう風に、この音声変化を理解するだけで better。ちょっとアメリカ人っぽいような、ネイティブっぽいような発音になりますよね。なんで、この音声変化っていうのは、リスニング力向上につながったり、自分の発音も劇的にアップするということで、私は学校でまずこれ一番に教えるべきだと思うんですよ。だけど、教えてもらったことないですよね。なんで私がこの大人の、授業ということで教えようと思います。ちょっとね、まだ私も発音が別にネイティブと同じとか 100% できてるって自分でも思ってないので、私が学んだことを皆さんにアウトプットしていく形でね、提供していこうと思います。ということで、ぜひ皆さんも一緒に口を動かしてついてきてください。動画では音声変化4つのルールに分けてご説明します。これは人によっては5つに分けたり、もっと細かく分けようと思ったら分けれてしまうんですけど、この動画では私は4つにまとめてみます。そしてその音声変化の学習法、じゃあ勉強するにはどういう風にしたらいいのか、どんなアプリがおすすめかっていうのも最後にお伝えしますので、ぜひ最後まで見ていいと思った方は高評価で応援よろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。まず1つ目の音声変化のルールが連結です。連結っていうのはリエゾンとかリンキングとか、あとは同化も私はこの連結に入れてしまいますので、その辺ね、聞いたことある方もいるかもしれません。例えばどんなものがあるかというと、ちょっと今日はね、分かりやすく黒板を用意しました。told you っていう言葉ありますよね。 told you、 tell の過去形ですけれども、これが連結なんで told you なんて聞こえません。 told you, told you, I told you っていう風に言いますよね。これです。ここがつながって du がジュジュみたいな感じの音になっていきます。 told you, I told you っていう感じですね。はい、言えましたでしょうか。これが連結です、簡単に言うと。で、他にも例えば、はい、feel like じゃなくて、ここがつながって、feel like っていう風に聞こえます。こういう風に、同じ音、L、同じ音がつながってるので、これつながって、feel like みたいな感じで、一つに聞こえるよってことですね。give up も、そうですね。give up って日本語だと言うと思うんですけど、英語だと give up、give up ですね。ここが、もう、発音記号みたいな感じで言う、書くとこんな感じ。give up、give up。これで、正しい発音っていうことですね。はい。この辺はどうでしょうか。これも連結です。first of all ですけれども、これも first of all なんて普通の日常会話でネイティブは言わないですね。first of all。特にこの辺よくね、つながって出てくるこの of all とかね。first to all。こんな感じですかね、無理やり言うと。first of all、first of all。なんか、フェスティバルに近い感じですね。first of all みたいな。first of all, first of all, first of all。 はい、言えましたか？なんで、この仕組みが分かってないと、first of all って聞いた時に、ネイティブの英語めっちゃ早いやんって思っちゃうんですよ。実は英語は早いんじゃなくて、音が短いんですよっていうことなんですね。はい。で、あとこの find you っていうのも、find you なんて聞こえないから、リスニングで find you って聞こえてきた時に答えれないんですよ。なんて言ったか分からないんですよ。でも、find you じゃなくて、ここがつながって、find you という風にね、聞こえますよと、これ。知っていたら、I find you って言われた時に、あ、find you だなっていうのが自然にね、分かってきますよね。一つずつ覚えていくしかないのって困ってる方いると思うんですけど、大丈夫、練習法後でご紹介します。で、ルールとしてね、知っておくべきだと思うんですよね、これ。
続いての2つ目のルールが、ラ行化です。このラ行化っていうのは、アメリカ英語にめちゃくちゃ多い。で、どちらかというと、違ってたらすいません、イギリス英語の方。イギリス英語は、このラ行化があんまりない気がします。なんで、日本人の発音って、どちらかというと、イギリス英語っぽいように聞こえてくるんですね。じゃ、このラ行化、どんなのかというと、例えば、T の音がラに聞こえるというやつですね。まあ、よく有名なのが、water, water. 水は、water じゃなくて、わらぐらいに聞こえるよっていうふうにね、よくいろんな発音とかの本に書いてあったり、動画で言われてる方いると思うんですけど、まあ、あれ実は正解っちゃ正解で、T がラ行になるんですよ。なんで、water って言った方がネイティブに近いよっていうことなんですね。で、同じように、例えばこちら、Saturday も、Saturday, Saturday, Saturday.サラデイ。どちらかというと、サラデイに近い感じですかね。サラデイ。はい、ここの T が変わったの分かりますか？サタデイって言うと、ちょっとこう、日本語っぽいような英語になっちゃいますよね。次のバトルもそうです。はい、これ日本語だとバトルって言います。学校では教科書で、バトル、バトルみたいな感じで習ったと思うんですけど、カタカナでしたよね。正しくは、バロル、バロル。どちらかというと、この、ロに近い、バロル、バロル、バロルみたいな感じですね。バロル、バロル。ちょっと言いにくい人は、これ、D の音にしてもいいですね。バロル、バロル、バロル。だから、バドルとか、バロルみたいな感じですね。バトルっていうと、D もしくは、ロ。まあ、ドにしようか。カタカナであんまり書きたくないんだけど、ド、バドルか、バロル。これぐらいの勢いでいいと思います。そして、続いてこの、better。これもね、私好きなんですけど、better っていうよりも better。で、ラに近いのかな、ラでもいいのかなっていう感じですけれども、better、better。両方言ってみて、自分の発音をこう聞いてみて、客観的に、どっちが近いかなっていうのをね、比べてみてもいいかもしれないですね。まあ発音って、なんだろうな、その、正解がないっていうのが、やっぱりアメリカの中でも州によって全然違ってたりとかするし、メキシコなまりの英語話されてる方、イギリスの生英語話されてる方、いろいろいますので、まあ、そこまでとやかく私は言う必要ないし、通じればいいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、ルールとしてね、知っておくといいんじゃないかなと思います。better じゃなくて better って聞こえるから、なんか早く聞こえるんだけど違うよと。じゃ続いて3つ目のルールが、脱落です。皆さん大丈夫ですか？脱落してないですか？ここまで。この脱落っていうのは本当に英語ならではなんですけど、音がね消えてしまうんですよね。どういうことって思うかもしれないんですが、ちょっとまとめてみました。代表的なものを。はい、これです。なんかの呪文みたいですけど、P、T、K、B、D、G。はい、これですね。皆さんこれどんな音かわかりますか？そう、破裂音と言われるやつです。要は空気を溜めて、ブーとか、ドゥ、プ、ドゥ、ジュみたいな感じの音ですよね。で、この音は、破裂音脱落することがあるんですね。例えば、これも多分例をね出すと分かってくれると思うんですけれども、はい。ストップとかって日本語だと言うと思うんですけど、ストップじゃなくて、ストップ、ストップ。P の音ね、ほぼ言ってないんですよね、これ。わかります？ストップ。Please stop it. それをやめてくださいっていう時に、Please stop it. Stop it. Stop it.感じで、まあ、これ連結にもね、つながってくると思うんですけど、例えばこの次のやつ、stop it, stop him とか、stop him とかっていうふうにこう、つながってきたりするし、この破裂音結構消えやすいよと。ナイトもそうですね。good night って、もう日本語でも good night ですよね。good night みたいな感じで、とは言わないですよね。で、これね、面白いのが、アメリカ人が日本語を覚えるときに、彼らはどうやって日本語寄りの発音を勉強するかって言ったら、語尾を強くするんですよ。Good night とかって言うと日本語っぽくなるんですよね。これです。例えば、My name is も語尾を強くする。My name is っていう風にちょっとこう、なんて言うんだろう。語尾を強くするとめちゃくちゃ日本人っぽい英語になるんですね。なので私もその、アメリカ行ってそういう、女優業とか演技やってたんですけど、日本人の役を求められている時は日本語っぽいような英語を話さないといけないので、一応日本語っぽい英語も上手にできるように話しておりますが、はい。まあ、正しくは、good night っていう風に、この、t、ほとんど聞こえません。まあ、発音してないって言ったら嘘になるかもしれないんですけど、まあ、してたとしてもちょっとちっちゃい音になるよと、good night, good night, good night, good night とは言わないので、本当に。これはね、ちょっと分かってくれるかなと思います。で、破裂音の他にも脱落することがあるんですね。この辺ですかね。
今まさにクリスマスの時期なんですけど、サンタクロースっていう風に日本語だと言うと思うんですけど、英語だと実はこの脱落のルールでですね、ここ消えます。NT がセットの時って、T が脱落するんですよ。 NT という風に続いている時は T が消えるっていうことです。サンタクロースじゃなくてサンタクロース、サンタクロース、サンタクロース、もうサンナクローズみたいな感じですね。サンナクローズ、サンナクローズ、ちょっと言ってみてください。もうすっごいオーバーにやるとサンナクローズですね。サンナクローズ、もう T 言わずに発音してみてください。ちょっとネイティブっぽく聞こえてきません？もうね、なんかこのまあ、なんちゃってというか見せかけネイティブ英語だと思うんですけど、でもそれでいいんです。初めはね、もうそれぐらい極端に日本語の癖を直していった方がいいと思いますので、ちょっとオーバーにお伝えしてますが、次のこれもそうですね。はい、 NT が続いてます。これインターネットですね。NT が続いてると T が消えるので、Internet, Internet, 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 Internet じゃなくて Internet っていう風にほぼほぼ聞こえますよね、ネイティブの Internet, Internet。 だからもうゆっくり言うとインターネットぐらいな感じです。 Internet、 まあ若干ね、ほんとオーバーにやってるんで、今あの Internet っていう風に T の音ね出してる場合も全然あるんですけど、どちらかというとインターネットじゃないですね。インターネットでもないですね。インターネット。ほぼほぼ聞こえないんですよ、この T が。それだけで逆にネイティブっぽい発音になりますよと。じゃあ同じようにこちらの方も消えます。TKD が子音の間にある時にも消えるんですね。はい、こちら、モストリーも T が、T ですね。T とか KD が子音の間にあると消えるので、mostly じゃなくて mostly、 その方がね発音言ってみてください、言いやすくないですか。 mostly っていうよりも mostly 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 sorry mostly っていう感じですね。はい、ということで t の音が若干消えたのが分かりますでしょうか。同じようにランドマークも、ランドマークっていうと日本語っぽいような英語になっちゃうので、はい、ランドマークランドマークランドマークっていう風にもう D の音をほぼほぼ消す、ランドマーク。結構この辺洋楽聴いてみると、全然消えてると思います。うん。なんで一緒に歌ってみたりとかするのもね、すごい練習かと思うんですが、この後ちょっとその練習法またね、お送りしますが、ちょっとその前に最後のルール4つ目が弱型というやつなんですね。英語の発音を、覚えたいって言った時に、結構教えてくれる、まず第一関門が、この音なんですよ。これ発音記号で言うとこれはあなんだけど、ちょっと軽く口を上げてえええええって感じですね。これ例えば have じゃなくてここの音 have 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 弱くなりますよね。これも police police じゃなくて police 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 って感じですね。そして investigation、 これは調べるっていう、まあ捜査するとかそういう意味なんですけど、この最後のところinvestigation じゃなくて investigation shun shun この音が隠れてるの分かりますか。 shun investigation。 例えば have、 これは have っていう風にあじゃなくて have 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 の口であっていう感じですね。で次のこれポリスもポリスじゃなくてポリスポリスポリスっていう感じですね。ちょっと軽い口を開けてノートです。で、この、弱くなる形のことなんですけれども、この辺も消えます。一番最初にお伝えしたようにこの辺って of, at, that ってかなり弱く発音されることが多いんですよ。なんで、さっき言ったようにこう他の語句とつながってた時 first of all とかね、覚えてます？ first of all とか at school とかっていうのも本当に I study at school も I study at school I study at school みたいな感じで、もうほぼ T しか聞こえてないんじゃないかなっていう、もう結構弱くなりがちなんですよ、この辺の前置詞は。それを意識しておくといいと思います。今言った4つのルール、連結動化、ラ行化、そして脱落、そして弱型ということで、この辺が、音声変化の主な、ルールになってきます。詳しく知りたい人は多分動画検索したりとかそういう本買ってみるのもねいいかと思うんですけど、まあ音声変化の目的っていうのは英語のね発音力を上げたりとかリスニング聞き取れるようになるようにですよね。なんでそこまでやらなくていいと思います。今この私の動画見ていただいて一通りこの辺が理解できたら、もうあとは練習していく
のみでね、大丈夫だと思うんですよ。じゃあその練習法をね、今からお伝えしますが、一応私のチャンネルではこのように大人のための勉強チャンネルをやってますので、まあ、英語以外にもどういう風にモチベーション上げたらいいかとかっていうのを提供しています。もしよかったらチャンネル登録して一緒に勉強頑張っていきましょう。あと概要欄見てもらうと私の LINE をね、ちょっと公式で作りました。あとユーデミのトイックコースとかもあるので、チェックしてみてください。じゃあ、学習法なんですけれども、まず私がおすすめするのは、やっぱりディクテーションがかなりいいんじゃないかなと思います。で、ディクテーションっていうのは英語の音を聞いて、その音をこう書いて、これ書かなくても今アプリとか使うと、もう選択肢をこう選んでいくだけとかでも済むんで、非常に楽です。おすすめのアプリ後で言うからちょっと待ってね。で、そのディクテーションをやって、自分はどの音が苦手なのかを判別してください。なんで、ディクテーションなんでやるかって言ったら、自分の苦手を知るんですよ。例えばさっき言ったみたいに、ちょっとマイネームイズのイズが私は聞こえてなかった。そしたら私は音声変化の連結が苦手なんだなと。で、これはこうなってるから、ネームとアリサの間のイズは短く発音されるんだっていう風に自分の頭に認識させていくんですよ。これを私たちは学生の時ね、学校でカタカナ英語やっちゃってるんで再認識していく。これがディクテーションの目的になってきます。で、なんでディクテーションは自分の弱点が分かったらそこまでやらなくてもいいです。まあ一回やれば十分です。で、続いてが大事。オーバーラッピング、音読、シャドーイング、録音をやってください。オーバーラッピングっていうのは、まあ言い方変えると音声と一緒に読むことなんですけれども、同時に読んでいきます。で、自分のズレを直していくんですね。これは洋楽を聞きながら一緒に歌う練習とか非常にいいと思います。で、こうやってオーバーラッピングの練習をしたら、その後はシャドーイングをしてもらうか、自分の声を録音するといっても、私は録音する方をやってた。シャドーイング結構大変なんで、難易度が高い人向けですね。シャドーイングっていうのは、英語の音声を聞いて、何も見ずにそのまま発音するっていうのがシャドーイング。これできるとかなり力はつくし、結構リスニング力も向上して、会話のすぐパッと返せる力とかも上がるんですけど、まあ私は音読、自分でだけで音読して、それを録音して、お手本の音声と聞き比べて、自分の発音をどこができてないかっていうのを赤線でチェックしてましたね、一時期。そういうような勉強法すごいおすすめです。なんでちゃんと自己満足じゃなくて、自分の音声恥ずかしいけど聞いてみる。で、比べてみて、正しい音声に近づけていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。で、今言ったやつ、まあもちろん私あの本でね、やってたりもあったんですけど、なんでそういう教材買ってやっていただいてもいいんですが、私のおすすめなアプリは、テディックとスタースアップ、ボイスチューブです。この辺なぜおすすめかというと、ディクテーションが非常にやりやすいからなんですね。あと、ボイスチューブとかだと発音チェックとかもやってくれたりします。過去にボイスチューブの紹介動画撮ってるのでよかったら見てください。で、テディックとも課金なんですけど、全部ちょっとお金がかかってしまいますね、今回。ですが、一回きりなんで、テディックとは。非常にね、重宝してるし、内容面白いのでおすすめです。スタースアップもディクテーションとかシャドーイング、確かあったと思うんですよね。トイックコースとかもね、非常にその辺の練習ができるなと思いますが、まあ、ポイントとしては、ディクテーションはそんなに繰り返せなくていいよと。その分、音読とかシャドーイング、お手本をちゃんと聞いて、言うっていうのをやってみてください。ということでですね、またね、こう、20分で凝縮して皆さんが学べるような、ちょっと講義式というか、一緒に英語のエクササイズができるようなもの、シリーズ化していきたいなと思います。次回はですね、多分来週1週間後とかになると思うんですが、また、発音編を4回やりたいので、実践的な発音、皆さん苦手な発音の音を、私の動画で練習できるような動画をアップしますので、ぜひ、いいと思った方は高評価とチャンネル登録も忘れずにしておいてください。ということで、皆さん、あなた独自に合ったおすすめの動画出るようリセットしてますので、次はこちらの動画とチャンネル登録もよろしくお願いします。では、皆さんの英語力がちょっとでも上がりますように。イエー。